こんにちは、マルカンアプリです。今回は斉藤ひとりさんの最新書籍、楽しんだ人だけが成功するについてお話ししていきます。人生は苦労するのが当たり前で、我慢や努力なしで生きることはできないと思っていませんか？もし苦労すれば幸せになれるのであれば、自分に対して高いノルマを課す真面目で勤勉な日本人は、みんな幸せな成功者ばかりのはずなのに、この国は疲れ切った人たちで溢れ返っていますよね。この世の真理とは、好きなことを楽しんだ人ほど成功する。信じられないかもしれませんが、幸せな成功者は総じて楽しく働いていて、プライベートも充実しています。ひとりさんも今まで自分に鞭を打ったことも努力も我慢もしてこなければ、生まれてから一度も苦労をしたことがありません。それでいて経済的にも心も豊かで日本で一番幸せだと思っています。人が生まれてきた目的は楽しんで幸せになることです。苦労や我慢、努力をして幸せを勝ち取るのではなく、楽しく遊ぶことで幸せになれるのです。そしてこの世に起こるすべての出来事は、あなたの思い次第でいいようにも悪いようにもなります。このことがわかるようになると、思いもよらない形で次々と幸運が舞い込んでくるようになり、あなたの人生は今ここから大きく変わっていきます。人が生まれてきたのは楽しんで幸せになるため。日本にはいろいろな神様がいて、それぞれに名前がついていますが、この世はワンネスといって、あらゆるものが一つの神様から生まれています。神様たちはもともと一つの大きい神様で、元をたどればみんな同じです。それから人間や動物、植物、鉱物といったすべての存在も神様と同じもので作られているので、人間は神様から切り離された存在ではなく神様とつながっています。この世に生まれる前、人はみんな神様と楽しんで幸せになることを約束し、それを果たす義務を持ってこの世に生を受けました。この世は個の集まりですが、表面的にそう見えるだけで本当はみんなつながっています。私たちはみんなジグソーパズルのピースのようなもので、形はそれぞれ違いますがみんな同じ素材でできています。神様はこのジグソーパズルのピースを組み合わせた時に、完璧な素晴らしい絵が完成するようにこの世を作りました。ジグソーパズルはどのピースが欠けても絵が完成しないのと同じように、人はみんな違うけれど誰もがこの世に必要で意味のある存在です。それぞれが自分らしく本来の形でいられる場所にいると、パズルのピースがぴったりとはまります。しかし間違った道へ進んでしまうと、自分の形とは違う場所にたどり着いてしまい、順応するために自分らしくない姿に形を変える必要があり、本当の自分の姿ではないから窮屈で苦しい思いをすることになります。その苦しみは神様からの、あなたのふさわしい場所へ行ってくださいというメッセージです。生きていて自分が我慢すれば済むと思うことがあるかもしれません。しかしあなたが我慢しその場所にいることで、本来そこに入るべき人が入れなくなってしまうのです。あなたも違和感がある場所で苦労するかもしれませんが、それと同時に他の誰かにも苦労を強いることになります。あなたの我慢が他の人に迷惑をかけているのです。だからみんなのためにも、あなたは自分らしくいられる場所にいなくてはいけません。自分が苦しみ、周りの人まで不快にする。これは、楽しんで幸せになるという神様との約束に反していて、神様が嫌がることです。神様が私たちに我慢や苦労を強いることはありません。神様はあなたにここが自分の居場所だと確信できるような、自分らしく楽しい人生を送ることを望んでいます。この地球は自分らしくいれば輝くことができて、ありのままの自分でいることで一番幸せになれる世界です。皆が楽しく生きることで完璧な素晴らしい世界が完成します。それなのに人間はすぐ自分の居場所ではないところへ行ってしまいます。
その理由は、子供の頃から楽しいことばかりしているとダメになる。我慢できない人間は社会で生きていけないと周りの大人たちから教わるからです。本当は自分が楽しくいられることをしたいのに、自分の意見ではなく他人がどう思うかで行動してしまうようになり、我慢や努力が当たり前の苦労前提の人生になっています。世間では自分より人を優先にする自己犠牲が正しいと教え込まれますが、ひとりさんからすると自己犠牲はとんでもないことです。自分を犠牲にし、不幸な人が人の幸せを願うことなどできるわけがありません。人に優しくできるのは自分に優しくできる人だけです。人に優しくしたいのであればまず自分自身を可愛がることです。だからあなたは堂々と我慢も努力もしない人生を歩いていいのです。幸せになるためには楽しい波動を出すこと。波動というのはこの世のあらゆる生命体や物質、現象から出ていて、波動が同じものは引き合うという法則があります。明るい波動は明るい出来事を引き寄せ、不幸な波動はますます不幸を感じるような出来事を引き寄せます。類は友を呼ぶという言葉がありますが、それも波動による現象です。幸せになるためには自分の好きなことをして、どんどん楽しい波動を出すことが大切です。欲深いことがいけないという人がいますが、人間は生まれながらに欲を持っているので、もしそれが本当ならほとんどの人が悪い人ということになります。人間がもともと持つ欲を抑えてしまうと、抑圧された波動が出てしまい、そのネガティブな波動が不幸を呼びます。波動の特性から言うと欲は絶対に抑えてはいけません。歴史を遡ると昔はあらゆる場所で戦が起こっていました。それがだんだんと豊かになり、庶民にも自由が許されるようになると、人々の波動が良くなったことで戦が減っていきました。好きなことをしたいという欲が満たされると人は争わなくなります。今もまだ世界のあちこちで紛争は起きていますが、確実に平和になってきているのは人間の波動が良くなってきているからです。戦争だけでなく天変地異も人の波動が関係しています。我慢している人が多いと、地震や自然災害などの天変地異が増えてしまいます。反対に欲を発散して楽しく生きている人の方が多いと、天変地異が減ったり、たとえ起きても被害が小さく抑えられたりします。波動はそれほど大きな影響力を持っています。だからこそ、一人一人が楽しく幸せな波動を出して生きなければなりません。そもそも人間にはなぜ波動があるのかというと、その答えは個性にあります。明るい個性の人からは明るい波動が出て、ネガティブ思考の人からは暗い波動が出ています。もし人間に波動がなければ個性がないということになります。自分の波動が暗いから人生がうまくいかないと思う必要はありません。波動はいつでもあなたの思い一つで変えられるので、暗い波動の人も明るいことを考えようと思えば、明るい波動を出すことができます。そして波動には相手の波動を変える働きもあります。あなたの明るい波動は周りの人を楽しくさせる力を持っていて、反対にあなたが暗い波動を出せば周りのムードを悪くします。明るい波動と暗い波動の人が一緒にいるときは、どちらの波動に影響されると思いますか？明るさ暗さではなく、より強い波動に影響されます。人は自分以外の誰かを変えることはできないと言いますが、唯一波動の力を借りればそれが可能です。もしあなたの周りにネガティブな波動を出す人がいれば、そばにいるあなたがその人よりも強い明るい波動を出せばいいのです。周りの人を元気づけたい時に言葉はいりません。あなたが超強力な楽しい波動を出していれば、相手は必ずあなたの波動に影響されます。自由に生きることで幸せになれることを頭では理解できていても、なぜか自由に生きられない人がいます。そういう人は周りに、そんな考えじゃうまくいかない、もっと努力しないと失敗すると脅してくる人がいるからです。
相手の脅しに乗るということは恐怖の波動を受け取るのと同じことです。そうするともっと恐怖を感じる出来事を引き寄せてしまいます。楽しめば楽しむほど豊かで幸せな人生になり、あなたが明るく楽しく生きることが周りの人のためにもなります。だからあなたは苦労や我慢をする必要があることではなく、自分が情熱を持って取り組むことができる、自分の好きなことしかやってはいけないのです。成功するには遊びが必要。仕事で成功しようと考えたとき、他人からの信頼が欠かせませんよね。その信頼はどうしたら得られるかというと遊びです。意外と思うかもしれませんが、常に自分に楽しい思いをさせてあげることで、他人からの信頼を得ることができます。遊びが足りない我慢ばかりの人はいつも暗い顔をしていて、自分のことを好きになれません。自分のことを好きではないと自分のことが信頼できず、そういう人は他人のことも信じられません。結果的に誰からも好かれず、信頼も得られないということになります。反対に遊びが足りている人は、他の人に対してもこうすれば喜んでもらえるというのがわかるので、すごく気が利くはずです。そういう人が信頼されるのは当たり前のことです。そして遊んでいる人は明るく魅力があり、人望を集めることができます。どんな遊びをすればいいかと考えるかもしれませんが、あなたが楽しい気持ちになれるものであれば何でもいいのです。時々好きな仕事なのに楽しくないという矛盾した悩みを抱えている人がいますが、原因は自分の可愛がり方が足りないからです。その解決策も遊ぶこと。楽しいからといって仕事だけをしていればいいわけではありません。いつも自分に楽しい思いをさせてあげると最高にいい波動が出て、その最高の波動が最高の出来事を引き寄せます。例えば営業の仕事をしている人だったら大きな契約が取れたり、ものづくりをしている人なら自分が作った製品が大ヒットするとか、そういう嬉しい結果が出てくることで仕事を面白く感じますよね。楽しんでいる人はいかにも幸せそうな満ち足りた顔になり、そういう顔の人は周りの人にも好かれます。何か困ったことが起きてもみんなが助けてくれて、仕事がうまくいかないなんてことはなくなります。もし今の仕事に限界を感じていたとしても、あなたが幸せな波動を出していれば、必ず自分にふさわしい仕事がベストな形でもたらされます。世の中で一流を極めた人を見てみると、みんな好きなことで一流になっています。好きなことには努力がいりません。もちろん一流になるには、繰り返し練習をしたり研究したり鍛錬が必要です。しかし好きなことは楽しくて自然とそれをやりたくなりますよね。そして努力が必要なことは神事ではありません。神様は完璧な存在なので努力をしなくても成功するはずで、神様は失敗することができないので成功しかありません。その神様と同じ存在である私たちも努力なしに成功できるのです。それなのに努力が大事、何事も忍耐だという人がいます。嫌なことを努力してますます嫌になることはあっても一流にはなれません。好きだから努力することと好きだから没頭することは違います。他の人にとってはきついことでも、自分が楽しければ苦痛は感じないものですよね。一流になるには自分の好きなことで頑張るべきです。思い次第で現実は変わる。神様と同じ存在である私たちは、どんな難題でも解決できるはずですが、世の中に苦しんでいる人が多いのは、目の前で起こる悪い出来事を問題と捉えているからです。しかし本当はこの世で起きていることはすべて中立。どんな出来事にもいいも悪いもないのです。病気も貧困も失業も全部ただの出来事で、その中立のことであなたが苦しむのは、あなたがこれは不幸な出来事だと思っているからであって、あなたの思いが苦しみを生み出しているのです。あなたにとって嫌と思える出来事も、神である自分に解決できないはずはない。このことから何を学べるだろうと考えてみてください。この出来事を幸せな結果に結びつけられるか、
不幸な結果を引き寄せるのか、あなたの思い次第で現実は変わっていきます。楽しく生きることで人生が変わるということがわかると、絶対に明るい考えをするぞ。ネガティブな感情は持ってはいけないと言って、ものすごく力み始める人がいますが、そんなに重く考える必要はありません。21世紀は魂の時代で、物事をどれだけ軽く考えられるかで勝負が決まるので深刻になってはいけません。昔は全体主義だったので何をするにも国に従うのが当たり前で、みんな貧しくて個人の幸せが後回しになるのは仕方がありませんでした。しかし時代は変わって豊かになり、個人がそれぞれの幸せを追い求められるようになりました。この時代に重く考えるのは、わざわざ波動を重くし、わざわざ不幸を選択しているようなものです。明るく楽しい波動を出すには物事を正しく考えること。明るいは軽いです。軽く考えないとポジティブな波動は出ません。あれはダメ。これは間違いという世間の常識を打ち破り、いろんなことを軽く考える癖を身につけてください。辛い出来事をどうしても明るく考えられない人は、最初は少し意識を変えてみてください。100% 変える必要はなく、ネガティブな感情があっても大丈夫です。1% の力でいいので、自分の背中を幸せの方向へ押してみてください。人間の心はポジティブとネガティブを振り子のように行ったり来たりしていますが、明るい方へ傾いた時に背中を押せば、勢いづいて勝手に幸せの道へ体が押し出されます。みんなが幸せに生きる世界へ。人々の魂が目覚め、世界は変わり始めています。それによってみんな自己責任の本当の意味を理解できるようになってきます。自己責任とは個人の幸せを考えることです。自分の好きなことを自由に楽しみたいと考え始めるので、世の中も徐々にそれが可能な形へと変わっていきます。楽しく遊ぶことが当たり前の世の中になって、個人の幸せが当たり前になってくると、他人に対してとやかく言う人が減っていきます。自分が幸せで、努力や我慢という苦しみのない世界で生き始めると、人は自然と他の人の幸せも願うようになるからです。人間は自分だけ楽しくても本当の意味で幸せは感じられません。ただし、今はまだまだみんな楽しみ方が足りません。世の中を変えようと思ったらもっともっと楽しく遊ばないといけません。生きることは成長すること。樹齢千年の木ですらまだまだ成長しています。成長を止めることは自然の摂理に反することです。人生を楽しみ、目いっぱい幸せになって、いくつになっても足を止めることなく、魂をどこまでも成長させていきましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。